星空ガイドが語る星座とギリシャ神話。こんばんは、星空ガイドのカネさんです。今晩は牛飼い座のお話です。牛飼い座の探し方、牛飼い座の星々、牛飼い座エリアにある銀河、牛飼い座のギリシャ神話、以上4つに分けて牛飼い座を解説します。牛飼い座の探し方、こちらは6月3日午後8時関東地方東の空です。空高く真上の方向を見上げると、カタカナのタの字に似た北斗七星が見つかります。その北斗七星の飛尺の絵の方向を弓なりにずっと延長していくと、目立つオレンジ色の星が見つかります。これが牛飼い座の一等星アルクトゥールスです。牛飼い座の姿はこのアルクトゥールスから北斗七星の方向に細長い五角形の形としてたどることができます。牛飼い座は毎年4月初め頃から東の地平線から昇るようになり、9月終わり頃西の空に見えなくなるまでおよそ半年間見ることができる星座です。牛飼い座の星々、ここでは牛飼いの体の部分になっている6つの星を紹介します。まずはじめは牛飼い座の一等星アルファ星アルクトゥールスです。明るさはマイナス 0.05 等級で、全天で3番目に明るい星です。星のスペクトルは K 型、太陽より濃いオレンジ色をしています。アルクトゥールスは主系列星から巨星へ移行中の星で、重さは太陽とほぼ同じですが、大きさは25倍、明るさは113倍です。アルクトゥールスまでの距離は 36.8 光年です。アルクトゥールスとはギリシャ語で熊を守るものという意味で、北斗七星のある大熊座の後を追うように天を移動することからそう名付けられたそうです。牛飼い座老星、明るさ 3.59 等級の4等星の二重星です。二重星とは肉眼では一つの星に見えますが、望遠鏡を使うと2つの星であることがわかる星のことです。老星はスペクトル系型の赤色巨星、巨星とは星が一番安定している水素を燃料とした核融合をしている主系列星の時代を終え、ヘリウムの核融合に移り、星全体が大きく膨張している星のことです。老星の地球からの距離は160光年です。牛飼い座ガンマ星セギヌス、明るさ 3.02 等級の3等星の二重星です。スペクトルは A 型で白い色に見えます。地球からの距離は 86.8 光年。セギヌスとは牛飼い座というギリシャ語がラテン語、アラビア語と訳されているうちにスペルが崩れてできた名前だそうです。牛飼い座ベータ星ネッカル、明るさ 3.52 等級の4等星の巨星です。スペクトルは太陽と同じ G 型なので少し黄色っぽい色をしています。地球からの距離は225光年です。ネッカルとはアラビア語で大潮大物という意味です。牛飼い座デルタ星ティバ、明るさ 3.49 等級の4等星の二重星です。スペクトルはネッカルと同じ G 型、地球からの距離は120光年です。ティバとはアラビア語でガゼルのことのようです。ちなみにガゼルとは外見が鹿に似た牛科の哺乳類です。牛飼い座イプシロン星イザル、明るさ 2.39 等級で、牛飼い座ではアルクトゥースに次いで明るい星です。イザルは二重星で、高倍率の望遠鏡で見ると非常に接近した2つの星の美しい姿を観察できます。主星はスペクトル K 型のオレンジ色をした星、伴星はスペクトル A 型の青っぽい星です。肉眼ではオレンジ色の1つの星に見えます。地球からの距離は203光年。イザールとはアラビア語で腰布という意味で、星図では牛飼いの腰のあたりの位置にあります。牛飼い座の銀河、牛飼い座は天の川銀河面から離れているため、目立つ星雲や星団はなく、見える範囲では2つの銀河しかありません。 NGC5248 は明るさ 10.97 等級の中間渦巻き銀河と呼ばれる銀河です。中間渦巻き銀河とは銀河の分類で、渦巻き銀河と棒渦巻き銀河の中間の銀河のことです。 NGC5248 までの距離は4140万光年から7400万光年とされています。 NGC5248 の場所は牛飼いの足元、星座図ではスピカとのギリギリ境界あたりになります。
観察は焦点距離2000ミリくらいのある口径が大きい望遠鏡での撮影とスタック処理が必要になります。 NGC5676 NGC5676 は明るさ 12.6 等級の渦巻き銀河です。距離は1億光年、場所は牛飼いの頭の方向、大熊座との境界近くです。こちらも焦点距離2000ミリクラスの望遠鏡で撮影してスタック処理をすることで画像を得ることができます。牛飼い座のギリシャ神話。牛飼い座は天頂近くにある星座のため、ギリシャ神話では天を支える巨人アトラスだとされています。アトラスはかつてゼウスらオリンポスの神々と戦争して敗れた巨神族の生き残りの一人で、戦に負けたことでゼウスから天を永遠に支え続ける役目を負わされていました。ある時、王の命令で金のリンゴを探しに行く途中のヘラクレスは、金のリンゴの場所はアトラスに聞けばわかると聞いたので、このアトラスの元へやってきました。アトラスはヘラクレスから話を聞くと、それならわしが金のリンゴを取ってくるから、その間わしに代わって天を支えていてくれと言いました。ヘラクレスはこれを了承し、アトラスが戻ってくるまで天を支え続けました。やがてアトラスは金のリンゴを持って戻ってきましたが、天を支え続ける仕事に飽き飽きしていたので、ヘラクレスに仕事を押し付けようと考え、わしが代わりにこの金のリンゴを届けておいてやろうと言って、そのまま立ち去ろうとしました。ヘラクレスはアトラスの企みを見抜きましたが、天を支えたままではアトラスを追いかけられません。そこで知恵を働かせ、アトラスにこう言いました。そうしてくれるのはありがたいが、俺は天を担ぐのに慣れていないので、肩が痛くてたまらない。どうすれば楽に天を担げるか、ちょっとやってみせてくれないか。単純なアトラスは、いいだろうと言って、金のリンゴを置くと、慣れた様子で天を担いでみせました。するとヘラクレスは素早く金のリンゴを拾い上げ、そこからさっさと逃げてしまいました。アトラスはヘラクレスに騙されたと気づいても、もはや後の祭りだったのでした。その後、メデューサの首を取って帰る途中のペルセウスが重い天球を担ぎ続け、疲れ果てていたアトラスに気づき、メデューサの首を差し出すことでアトラスの体を石に変えて楽にしてやりました。後にアトラスは星になりましたが、星になった今でもアトラスは天頂近くで天を支え続けているのだと言われています。さて、今晩は牛飼い座についてお話ししました。牛飼い座は北斗七星を見つけることができれば割と見つけやすい星座です。ぜひ次の晴れた夜は夜空に牛飼い座を見つけてみてください。今晩のお話はここまでです。また違うお話でお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。